カラの第2話のタイトルは「キャッチフレーズ」ですそれではお聴きくださいハイキューラジオドラマ第2話スタートあれ清水だお疲れお,うおっあっさお疲れ沢村月張りのアンケートをもうすぐ提出期限なんだけどここどうするあれまだ埋めてない項目あったっけほらここの。 猫派かオカピはどっちですかだっけえー、それどっちか選ばないとダメチームのキャッチフレーズって項目ああそうだったごめんキャッチフレーズかどうすっかなこの世にお前と猫とオカピしかいないどっちと暮らすいやその状況なら3匹で暮らすよなんで1匹締め出すんだよかわいそうだろあいやでも 種族的に俺が締め出されるんじゃないのそれでもオカピは装飾だし猫顔は怖いんじゃない朝日を選んでくれるよそうかな俺オカピの期待に応えられるかなしっかりしろよお前だけが頼りだよオカピはでも世界に3匹だけなら空うか食われるかなんじゃねいや急にリアル野生大地野生の大地お前はサバンナかーいはーい えじゃあ俺食われる方でいいよほら朝日が想像してへこんじゃったじゃんかよまあ俺ももし金太郎と世界に一人と一匹の生き残りってなったら俺を食って生き延びろってなるかもな愛犬とたった二人かつらいな大地食いごたえありそうだな保存の工夫によっては2週間くらい食いつなげそう。 直射日光を避けてなるべく冷暗所で保存してください塩漬けとか具体的な保存方法はいいよ想像しちゃうだろあ金太郎元気ほう <laughs> この前駐車行ってきたんだけどあいつさあじゃなくてキャッチフレーズだろうーん超攻撃型チームとかうーん普通だなじゃあ何がいいんだよ もっとこう今っぽい感じのさ、うん、サステナブルでダイバーシティなチームを目指すその案にはアグリーできませんコンプライアンスイニシアチブリスケオンスケエビデンス知ってるカタカナ発表会じゃないのよコミット<え><あ>結果にコミット,ミット待て待て待てダメダメダメ なんかほら、CM みたいになっちゃうしうちはコミットブロックよりリードブロック練習中だしリードブロックで結果にコミットそれ完全にダテコのキャッチフレーズだよあーじゃあもうこれでいいよ心も体もベクベクッグアサヒお前はそうやってすぐ飽きるちょやめろよチームのって言ってんだろまんザラでもねえのかよアズマネ体重 76kg え うん、オカピは200キロから300キログラ<ー>心も体もビッグビッグオカピ。分かった。じゃあそれで。待て待て待て清水そういうとこよくない。真顔で悪乗りするからごくたまに素顔より立ち悪いぞ。えー、なんだよ。立ちの悪さには自信があります。無駄に張り合ってくるな。日向と影山かよ。やっぱ超攻撃型チームがいいんじゃない？うんそうだな。 じゃあそれをタガログ語で超攻撃型チームに決定日本語でハイキューカラスの高校